意味付けって大事ですよね。意味付け、ポジティブとかネガティブとかってあると思うんですけど、そのポジティブなことがあるわけじゃないんだよ。ポジティブなことがあるわけでもないし、ネガティブなことがあるわけでもないんですよ。じゃあこれは何かっていうと、ただ これのどっちに思いたいのっていう、その思い込みですから、どういうふうに解釈するかっていうだけの話なんで、出来事はね、起きてるだけで、その出来事に対してどういう解釈をするかっていうふうに毎日過ごしてるの。大きいこと小さいこといろいろ起こる中で、それに対してどういう意味付けをするかっていうことで私たちは反応してる。だから私が大事にしている考え方としては、その解釈、認識、行動、結果っていうその流れなんだけども、そのみんなそのポジティブに考えようとかネガティブに考えちゃダメだよとか言うんだけど、そのポジティブに考えようとかっていうその意識自体がおかしい話なの。私からすればその意識してポジティブにっていうのはなんか私の中ではねしっくりこないよね。それは本当のポジティブではない。無理やりなんか自分の、あの純粋な反応をねじ曲げて上書きして、そこをなんか取り繕おうとしてるだけで、ポジティブっていう言葉を使い始めると多分ね無理やりになる。でもネガティブになる必要はないけど、ネガティブっていうのは脳のデフォルトなんで、私たちはそもそもが脳の構造的にネガティブになりやすいんですよ。不安を誘発しやすいようにできてるんで、何かチャレンジしようと思った時も不安だし、なんかこう大会とかでね結果が出るか出ないか分かんない時も不安だし、練習してる時も不安だし、何事も保証がない人生の中で不安を感じることは脳の特性上必要だし、それは私たちの性格がネガティブなんじゃなくて、脳がネガティブな反応をさせてるだけなんです。あなたのね脳は一日でも長くこの個体を生きながらえさせるために不安を使って危険な状態から避けさせてるのね。だから脳ってデフォルト設定でネガティブになりやすいんで、それは性格とは違うんですよ。これは性格ではない。ただ問題は出来事にもネガティブポジティブはそもそもない。で何かが起こっているだけ、そのね起こっていることに対してどういう意味付けをし続けるかっていう、その発想マインドっていうんですけど、このね解釈がマインドに根ざしてるんですよ。でどういうマインドで過ごしているかによって、起きた出来事にどういう意味付けをするかは実は無自覚的に決まってるんですね。無自覚的に決まってるってどういうことかっていう、自然に反応しちゃう。これってマインドってもう反応にもつながっていくんだけど、結局何か起こった時に、なんやまたこんなこと起きたとよみたいな、同じことが起きてもそれを自分に対するネガティブなことと解釈する癖がついている人と、ああまあそういうこともあるよねっていうふうにちょっとこう突っ跳ねられる、なんか嫌なことが起きてもそんなことはすぐねスルーできるような慣れがある人とは、全然日々のこう精神的な負担って違ってくるじゃないですか。でそれっていうのは起こる出来事が違うんじゃなくて、起きた出来事に対する解釈の持ち方が違ってて、その解釈っていうのは意識して持つものじゃなくて、瞬間的に瞬発的に反応しちゃうものだから、どこから来るかっていうと、その時に持ってるマインドレベルから来るんですよ。でマインドっていうのは物の考え方とか発想の仕方のことを言っていて、考え方とか物の発想の仕方がどのレベルにあるか、ね、どんなレベル、どんな状態にあるかっていうものをベースに反応って出てきちゃうわけ。だから何が起きてもイライラするなっていう人はイライラするマインドなんですよ。で何が起きても、ああ今日も楽しいねって思える人は楽しいなって思えるマインドで過ごしてる。まあポジティブとかじゃないんだから、なんかポジティブって私嫌いなんですよなんかごめんね、これは私の解釈だけど、ポジティブで嫌いなのね。ポジティブって言葉使わないで、私の場合は起きた瞬間に、今日も素晴らしいことをたくさん起こしてくださってありがとうございましたっていうふうに言って起きるのね。今日も素晴らしいことがたくさん起きますようにじゃない、今日も素晴らしいことをたくさん起こしてくださってありがとうございましたって誰彼にもなく言うわけで、そうすると今日一日は素晴らしいことしか起きないという前提だし、で素晴らしいことっていうのは何かっていうと、その瞬間その瞬間にはそれが素晴らしいことかどうかは判別できなくても、10年後20年後もしくは死ぬ瞬間までの間のどこかで多分それが素晴らしいことだったと思える瞬間が来るっていう話だから、その瞬間その瞬間を全て楽しいこととか素晴らしいことで埋めようじゃなくて、起きたことは何か意味があって起きているはずだと信じる、意味があることだと信じる。どんな嫌なことが起きたとしても、どんなに思い通りにならないことが起きたとしても、それは自分にとって起こるべきことが起こってるんだという解釈で過ごす。そうするとポジティブとかネガティブとかっていう意識がそもそもなくなっていくのね。全てが素晴らしいこと、自分にとって起こるべきことっていう風な解釈で過ごすことによって、私たちは解釈上常に、そこもまた無自覚的ではあるけども、自分の人生を有意義にしていくことができる。だから私は解釈っていうものをすごい大事にしてて、その解釈のベースにはマインドっていうのがあってねって。でマインドって物の考え方とか物の発想の仕方を言うんだけども、その物の考え方や発想の仕方のレベルがどんな状態にあるのかによって、私たちは反応の仕方が変わっていくから、見えるもの全てが変わっちゃうわけだ、マインドによって。だからマインドを大事にしてねっていう話をもう中学生からします。で中学生でそのことが分かるかどうかは別にして、でもその話をその時分からなくたって、この瞬間に私からその話を聞いたってことがいつかしらね、なんか思い出してくれて、それがあの時聞いたこの話ねっていうことが分かってくれれば、多分聞けなかった人生よりも聞いた人生の方が有意義になっていくと思うんで、私はそれを信じて
いつもその中学生から分かるか分からないかは別にしてお話をしています。今回の動画でもですね、今回のその解釈とマインドとかね、その出来事にはネガティブポジティブのないと、でそもそもネガティブポジティブとかっていう言葉自体を使っていることでなんかそこを意識しちゃうけど、そのポジティブっていう言葉自体も私は意識して使ってしまえば、多分思い込みを自分で一回一回意識的にポジティブに切り替えるってことをすると、多分精神的に疲弊していくんで、それはやめた方がいいかな。自然にできないと意味ないんですよ。ポジティブに考えるにしてもいいけど、それが自然に無自覚的にできないと意味がないんで、無自覚的にポジティブに考えたいっていう人は多分マインドから切り替えないといけないから、今回の動画でお話しして分かってほしかったのは、そのマインドっていうものの大事さ、マインドが解釈の全てを変えて、目の前に起きている出来事の全ての解釈が変わることによって、私たちはもっと自分の人生が良くなったり悪くなったりしちゃうんで、マインドをね、どんなマインドを自分が持っていたいのかってことをこの動画できっかけにして考えてもらえたらいいかなと思います。今日もご視聴ありがとうございました。